お前な、ホオズキおでんはみんなが好きなんだぞ。おでんなのに僕は自由じゃない。エースたちと一緒に海へ出たかったけど。囚人のつけるやつか。だって実の親がこう爆破するか。取ってやろうかそれ。え、俺はお前の目の前でもカイドウをぶっ飛ばすぞ。そっか、わかった、取ってやる。白ひげの頂上戦争から2年、ついに世界が動き始めた。巨大兵器を手に入れる。そのために俺たちはビッグマムと手を組んだ。読んだか、カイドウ。こいつはもう用済みだ。くだらねえ、どうでもいい話だ。あれ、モモじゃねえか。モモ待ってろ。なんだよ。おい、お前、モモんとこ行くぞ。山本様、お待ちくだ。